こんにちは。今回は、高知老を見ていきたいと思います。高知老の皇帝石禄派、328年に、前期老を滅ぼした後、東進侵略に尽力しましたが、苦戦が続き、333年に死にました。正記録の子である正紀行がその権力を継ぎ、二代目皇帝となりました。しかし正紀行は、正記録の老いであり、老々な正紀行とても恐れていたので、帝位を譲ろうとしましたが、受け入れられませんでした。正紀行ら正紀行を完全に言いなりにし、正記録の元手下をことごとく首にして、自らの手下で人事を固めました。334年、正紀行ら正紀行に帝位を譲らせ、これを殺害しました。337年、戦費の御用皇が前縁を建国しました。338年、母、陽光ら石子と手を組んで南部を攻撃し、これを滅ぼしました。その後、正紀行ら母陽光が南部討伐の利益を独占したことに起こり、前縁を攻撃しましたが、うまくいかず引き上げました。この後、正紀行ら東進、前縁、前離、陽の三方面へ攻撃を仕掛けましたが、いずれもうまくいきませんでした。342年、さらに正紀行ら40万人を動員して、豪華な建物を建てまくりました。貴王政と貴王政老々により、国民の生活はボロボロになりました。正紀行ら、これを諌める手下がいても聞く、耳を持たないどころか、その一族をことごとく処刑しました。その後正紀行ら政治をすべて手下に任せ、気を愛するこの石仙、石光らと共に、贅沢の限りを尽くしました。しかし348年、石仙は弟の石頭に嫉妬し、これを殺害しました。石子ら怒り狂い、石仙とその一族をものすごく、軟弱な方法で処刑しました。死を刑された人の中には、石子が溺愛していた孫もいたので、ショックのあまり正紀行ら病気になってしまいました。349年、その病気が元で、正紀行ら死にました。正紀行の子である正紀平がその権力を継ぎ、四代目皇帝となりました。正紀平はまだ11歳だったので、貴王政が実権を掌握しました。正紀平と同じく正紀行の子である正紀次、ユンが朝政に反対し、手下の善民と共にこれを攻撃しました。石順善民は勝利し、貴王政と四代皇帝石平を死、余計して石順が帝位につきました。五代皇帝石順は、莫大な権利欲を持つことになった善民を殺害しようと思い、貴王政の石官と計画を立てました。しかし、石官はこれを善民に漏らしたため、善民は石順を殺害しました。そして、石官が六代目皇帝となりました。石官もまた善民の力を危惧して、これを殺害しようと考えましたが、失敗して捕らえられてしまいました。こうして、善民はすべての権力を手にしました。善民は肝心であったため、20万人もの異民族を虐殺しました。350年、これに正紀氏をはじめとする高知老の様々な人物が反対し、善民を攻撃しました。善民はリモートタッグを組み、これらの攻撃をすべて退けました。この時、囚われていた正紀官が内側から善民を攻撃しようとしましたが、事前にバレてしまい、処刑されました。そして、善民は蓮義という国を建てました。同じ時期、石官の指揮聞いた石氏が高知老の7代目皇帝に即位しました。その後蓮義と皇朝ら戦いましたが、皇朝が一歩無敵に残られ続けました。351年、限界を感じた石氏は、皇帝の証である義翼義を譲ることを条件に、蓮縁の王御用紙、ユンヘ助けを求めました。御用春はこれに応え、蓮縁軍派蓮義軍をボコボコにし、手を追い払いました。石氏は、ここぞとばかりに手下に7万の栄を与えて蓮義軍を攻撃しました。しかし手下は敗れ、石氏を殺害することを義要件として除名を申し出ました。蓮民はこれを受け入れたので、
手下は関氏を殺害しました。これにより、後期追派関この死後わずか2年で滅亡しました。今回はここまでです。次回は、前縁を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。